CR カップ誰出るんだろうな俺全員は知らないんだよな。俺多分、マザーさんが出れないから多分。俺別の人の多分コーチするんだよな。誰になるのかわからない。怖い。俺コーチする。プレイヤーじゃない。プロもコーチすると思うけど、その結局教える対象が初心者だから、まあ、正直誰が教えても変わらんよねっていうところのレベル帯の人たちもいる。その結局教えること一緒になるよねってだけど、まあ結局キャラによってちょっとこう差があるからいいんじゃない え、でもなんか、マジで同キャラ多いらしい。これ秘密なんだけど、実は。これ実は秘密なんだけど、マジで同キャラ多いらしい。だからきっと、いるだろうって思って、コーチ枠として声をかけて待機していた人とかで、あれもしかして俺の仕事なくねって人が存在しているらしいえ。えこのキャラいないってマジみたいな <laughs>。 状態になってるらしい。だからもう、最悪、あれかもね。その、キャラのことは全然知らないけど、ちょっと、自分も覚えながら、もっと基礎的なことを教えていくみたいな、組み合わせも出るかもな。もしかしたら。まあ、そういう、あれで言ったら、まあ、確かに、プロの人は、ちょっと、あれかもしれんけど、まあ、でも、多分、どっちにしろって感じじゃねえかな。出たかったやろうな、マザーさん。 ああ、スターさんも出れないっつってたな。そういや。渋春、いや、出るでしょ。さすがに知らんけど。出そうじゃないモチベ高そうだったし。出ないんかな。出るっしょ。渋春レベルセーフ。セーフじゃねえだってさすがに、そんな5人とか出るみたいな話で、プラチナ以下ってもう、い、いなくねえか。 シュワルさんでプラチナさんなんか3とか4とかでしょプラチナ以下っつったらもう全員今から触る人みたいになるから、むしろごっちゃになるんじゃねぐちゃぐちゃになっちゃって、新しく始めてちょっとセンスあった人とかが抜いたり抜かれたりしてとんでもねえことになりそうだけど。なんか1日5時間練習してたんだけど、この人は1日12時間やってましたみたいなので、もうなんかとんでもねえことになるけど。だから俺はルークだったら出れるよ、だから。でもさ、その、サブキャラって で、もう多分ちょ、自分で言うのもなんだけど、俺とか、もう、おぼめんとかの、その、サブキャラって、 手前の、その、そもそもの格ゲーで強い動きみたいなのを知ってるから、ある程度ね、全部じゃないにしても、その、理解してない部分ももちろんたくさんあるけど、その知ってる部分があるから、結局、今のランクはそうかもしれないけど、それだったらもう練習なしとかにしないと、まあ、多分俺今のまんまで練習なしで行ったら渋原さんとかには、多分ぐちゃぐちゃに殺されるだろうね。練習するってなってくるとさすがにまた話変わってきそうだから、 ちょ、そこはね。勝ってもケチつくだけだし、いいことない。いや、まあでも別に俺なんぼケチついたって、俺が勝ったら気持ちいいから俺はいいけどね。別に。俺そういうの気にしない精神すごいから、全然余裕だね。勝てばよかろうなのだ。でもそれで言ったら、負けるリスクの方がでかいからな。勝つデメリットより、負けるリスクの方がでかい。いやー、今始めて新しい人たちを、俺は本田で倒したいですね。やっぱり一人ずつ稽古つけたいですね。やってることお坊さんいや、全然いいでしょ。 そうやってやっぱ強くなっていくからね。その一般のユーザーたちはそれでやめていく人たちもいると思うけど、配信者って、まあ競技者が元競技者多いっていうのもあるし、まあ基本負けず嫌いの方が多いから、大体それで強くなる人の方が多い。リオン君は違うね。リオン君は完全に普通にキャラ選びミスってる。だってキャラ、コンボ練習死ぬほどした次の日からやってないんだよ。めちゃくちゃ対戦して、 負けてからやって、次の日からやってないだったら、まあまあまあって思うけど。チュンリーは無理だ。チュンリーは、間違ってる。あ、でもノリさんチュンリー結構頑張ってるね。なこの間ゼータの対戦会で、なんかマスターの、なんかリジェクトかなんかのスタッフかなんか相手に勝ってた気がする。あ、違う、マスターの人のサブキャラだったかな。な,な,な,なんか忘れたけど。ノリさんうまかった、うまい。ノリさん絶対トレも好きでしょ。ずっとデスマやってるし。初手チュンリーはマジで無理だよ。 あ、トーク練習してんだ。初手チュンリーした人大体やめてる説まあ実際そうかも。初手ジュリーまあジュリーはいいキャラじゃない初手でも。ジュリーか。初めてからキャラ選ぶ人とかいいのかなキンバリー選ぶ配信者少なすぎる。わ、まあ、俺、それで言ったら、俺もキンバリー選んどきゃよかったなって今一瞬思ったけど、でも弱いからいいや。